EV の86が公道を走るのは、はい、史上初だ。トヨタ何考えてんの、ね、いやだけどこの EV の AE86 が一般公道を走れるようになるとは思わなかったよ。すごいですよね。テリー土屋の車の話、どこに俺は来てるでしょうか。ジャガジャーンこんなところに来ております。なんでこんなところに俺が呼び出されなきゃいけないのということで、呼び出した相手を紹介したいと思います。この2人に呼び出された、伊藤部長と佐々木真紗選手ですけれども、よろしくお願いします。こんな山奥に俺を呼び出して何がしたいの君たちは。土屋さん、それはですね、何、この間対決したこの86あるじゃないですか、はいはい、これ実はナンバーがついたんですよ。よくナンバー取れたね。そうですね、そうですね、もうぜひそれをですね、この春菜さんでぜひ試していただきたいなと。何なのそのイニシャル D かぶれはいやだって86といえば、まあそうだよね、土屋さんとこの春菜じゃないですか、はい、まあまあそういう言い方もあるけどこれ大丈夫なの EV を峠で走らせて。いやいや、これね、だから乗ってほしいんですよ、土屋さんにこの峠でこの86をぜひ。 EV の86が公道を走るのは、はい、史上初だ。まあ、そもそもさ、なんで EV の86を作ろうと思ったの。やっぱりこの A86 のようにですね、愛車を大切に乗っていただいているお客様にも、うん、はい、電気自動車という、まあ、技術を使ってですね、未来に車として残していくと、うん、そういう選択肢をなんとか実現できないかなということで、はい、これトヨタ会長からきっかけいただいて、うん、社内で融資を集めてですね、はい、ぜひ作ってきたので、それをまさに今日この場で体験していただきたいなと。軽い、ボンネットカーボンね、バリア変えてます。土屋さん、これね、重いんですよ。あ、これは重いね。なので、うん、このバランス合わせるためにドライカーボンにしたり、はい、そういう軽量化してあります。これモーター重そうだね。これがまさにタンドラでつけてるワンモーター、ハイブリッド。車内の方に行きますと、はい、車内にですね、電池を今回は後ろに乗せてまして、はい、カーボンニュートラルに向かっていくっていうメッセージも込めて、うん、一から設定したものではなくて、実は NX のプラグインハイブリッド、うん、はいはい、そのバッテリーをうまくリユースをして今回搭載しています。なので使っているものはタンドラで使ってたモーター、また NX で使っているも、うん、バッテリー、はい、これをうまく組み合わせてこの車にしてきている。綺麗に詰めるもんですね、はい、トランスミッションから後ろのドライブラインは A86 そのままを生かしていくということで、少しここら辺でこの辺りですね、はい、長さを調整しながら搭載をすると。でここで見えてるこの板金とか骨格も、うん、一切いじらないと。あ、そう、はい、そこはエンジニアと一生懸命ものを見ながら。切って貼ったしてないの。切って貼ったしてないんです。一切触ってないんです。あ、そうだけどシンプルだね。はい、はあ、なるほどね。え、バッテリーの重さは。バッテリーの重さはパックアッシー全部でですね、155キロぐらい。でけえ。なってます。はい。でかいね。でかいんですよ。これがちょっとフロアの上にあって重さをまだ感じるんで、ここはちょっと改良していくポイントかなと思ってます。そうですね。ちなみにこれもドライカーです。あれ。せっこいやつだね。しかし。ね、あとね、もう一個、金に物を言わせてみんなカーボンにしてやがる。かっこいいところあるんですよ、見てください。電気フュエルイット、電気にかける、はい、こう刺すだけ。おしゃれおしゃれ、はい、このステッカーお見てください。これ昔これ無縁にカニるみたいな、うんうん、あった。これ電気にカニるっていう、はい、細かいね、やってることがさ可愛いんですよ。電気にカニる、はい、
そして EV。EV。もうやってることが細けえ。マニュアルでやっぱりサイドついてクラッチついたら、うん、これもうドリフトできちゃう。うんうん。はい、もう86のままで楽しさを運転するそのままで、この86を生かしてるんで。でマニュアルミッションもこれ、これどこのミッション？GR86。あ、GR？ はい。6速だよ。はい。俺の5速。ちょっと進化してるんで。なるほどね。ちょっとエンジンかけてもらっていいですか？はいはい。いやー、すげえな、しかし。86が楽しい。で、今エンジンかかった音しません？シェさん、ポン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 、うん、ちょっと空ぶかししてもらっていいですか？エンジンかかってないですか、これエンジン音だエンジン音もっと回してもこれ何回転まで回るの？パワー出てるのは6000ちょっとまでで、うん、はい、今後もう少し回るようにしていきたいなと思ってるんですけど、ああ、まあ、トルクが6000までしっかりついてるんですよ、はい、へえ。トヨタ何考えてんの？ねえ、いやだけどさ、夢があるよね、その AE86、 1980年代の車にこうやってこう未来の86像をさ映し出してるっていうか。電気自動車って世界中にいっぱいあるんだけど、こういうなんかこうマニュアルにしてサイドブレーキついてっていうね、そういう遊び心はないじゃない。音するのはあるよね、音するのはあるけど、やっぱりそういうさ、なんかこうエンジンが好きだっていう人に対して、その否定的なね、電気に対して否定的な人たちに対して、こういう遊び方もありますよっていう楽しさもちゃんとこう電気自動車に取り入れてるっていうところがいいね、はい、トヨタはね、はい、面白い。さあ、トヨタがナンバーをつけた EV レビンをですね、初、史上初、この峠で、それもイニシャル D の聖地春菜で走らせてみたいと思います。すげえやな、ナンバーついちゃったもんなそうなんですよ。あ、それがすげえよ、この乗った感じと、あのギアの感じと、モーターの感じしないですよね。しない、しない、本当になんかさ、はい、ガソリンの車に乗ってる感じ。はい、そうなんですよ。僕もあの開発段階でいろいろ乗らせてもらってたんですけど、うん、あのできるだけこう、あのエンジンの雰囲気を意識して、うん、あの適合をしてきました、うん、いやだけどこの EV の AE86 が一般公道を走れるようになるとは思わなかったよ。すごいですよね。すごい、まで本当にあの公認まで取って、はい、すごい面白いですよね。いや夢がある本当に、確かに未来の AE86 だよ。そうなんですよね。で本当は最初は GR86 に積もうっていう案もあったんですけども、いや、 やっぱり FR でマニュアルでスポーツがイメージできるのはやっぱり AE でしょってなって、うん、AE になりました。そりゃそうだよ、誰もがこう一瞬にしてこうスポーツカーっていうか、トヨタの FR スポーツ、ああ、それを連想できるのがこの AE かなと思います、うん、やっぱ AE ってさ、はい、世界中がこうファンがいるじゃん、はい、まあ、イニシャル D ファンも含めてさ。そうですね、それがすごいよね。いやでもうまた土屋さんの豆ごと対決させてくれたりするんですよ、うん、そういうのも本当にこうちょっと面白くて、で土屋さん86といえば土屋さんじゃないですか、AE86 といえば土屋さんだし、うん、そういうところをですね、僕らはこう一緒にですね、土屋さんとやりたいなって思って、うん、まあ、やらせてもらってます。いやだけど本当なんかこう夢を作ってるね、トヨタは。そうなんですよ、うん、本当にこう車好きに対しての、うん、夢をですね、うん、まだまだこう終わらせないというか、うん、楽しませてくれるようにやってくれてます。で今回パワーステもつけてもらったり、
差してるんですよ。なんかさ、富士から全然進化してるじゃん。そうなんですよ。あの時、合わせがなくて、なかなかきつかったんですよ。重捨ては辛いよ、はい、辛くて、で、パワーステつけてもらって重量が、うん、あのすごい重いんで、うん、あのパワーステが出したと本当にきついんですよ。まあそうだよな。今回パワーステつけてもらったり、実は足回りのセットアップも僕ちょっと担当してやってるんですけど、うん、あのそもそもがやっぱりガソリンエンジンの、うん、86のセッティングしてきたんですけど、チューハイがやっぱり後ろに150キロのバッテリー積んでるんで、リアのバネレート上げないと全然フロント浮いちゃうんですよ。そりゃそうだ。はい、なのでレート変更したり、あのキャンバーとかあのダンパーとか調整して、今のこの、ストリートでもちょっと走れて、スポーティーにも走れる。あ、なるほどね。なかなかこういい味付けになってるんですけど、ゆくゆくはやっぱりこう豆もこうつくばで勝負したら、あ、いいね、はあ、それいいね、はあ、いや、だけどこの EV86 は市販っていうかさ、はい、この公道を走れるってすごいね。すごいですよね、本当に。本当すごいわ。しっかりトヨタがやるのがやっぱりすごいな。うん、本当すごい。てかさ、このマニュアルで音が出て、クラッチがついてサイドブレーキがあるってさ、ほんとなんか電気自動車も楽しい時代っていうかさ、はい、楽しい世界になってきたね。そうなんですよ。なのでできればこの、そのモーターもですね、いろいろ車格に合わせてこういう遊びの車で、もう少し、もっとモータースポーツができるようなモーターがあったりしたら、もっと面白いと思うので、そういうところもどんどんこうアイディアとかお願いをして、あのみんなで作り上げて、未来のその電気自動車をスポーツ感として世の中にこう認識してもらいながら、ただ速く走るその EV 車は多分たくさんあるんですよ、うん、ただ楽しいってなるとまたちょっと違うじゃないですか。違うね、マニュアルでサイドブレーキついてクラッチがついてっていう、そのやっぱりこの3つって僕も大好きなんで、うん、車を操ってるって感じがするので。さ、電気自動車ってつまんないじゃん、はい、そうなんですよ、ね、ただ移動するだけの、はい、だけどそれをさ、はい、マニュアルにしてサイドブレーキつけて音が出てってさ、はい、すげえ楽しいよな。楽しいですよね。あ、楽しい、ほんと楽しい。いや、楽しいわ。フィーリングいいですよね、ミッションね。いい、いい。なんかさ、はい、この86が出る前って電気自動車ってつまんねえなって、はい、ただ移動するだけの箱、うんうん、ラジコンのでかいのだろっていう感じだったけど、はいはい、トヨタがこうやってマニュアルにしてさ、はい、音も出してさ、こんな電気自動車がこんな楽しくなるんだと思ったもん。一個僕がこうもう一つやりたい、パワーはどんどん出てくと思うんですよ、うんうんうん、あのやり方がだけなんで、うん、ただ重量が86 の、 その軽快さとか、あの軽量っていうところの問題がまだクリアできないので、あ、そっか、はい、軽量っていう部分を少しもう少しこうやっていきたいなと。やっぱさ、電気はさ、バッテリーが重いから、はい、そこがネックだよね。そうなんですよ、そうなんですよ。その航続距離もパワーもいくらでも出るじゃん、はいね、だって世の中に500馬力、600馬力のさ、はい、電気自動車なんかいくらでもあるけど、でも重くなるじゃん。重いんですよ。そこがネックだよね、はい、この車の良さって軽量っていうところすごくあるじゃないですか、うん、そこをちょっとこの先またこだわってやっていきたいなと思います、うん、いやでもさ、進化してるね、富士からしてます。あ、はい、すげえすげえな、もうなんかどんどん進化してるもん。いや、ちょっともうちょっと頑張れば土屋さんの豆も引かせるかな。マジか。で、あの進化して最終的には僕はあの土
勝負いいね、はい、それは面白そうだ。まだまだでもあの重量があるし難しいんですけど、っていうのがいいんだよな。そうなんですよね。そう。僕もそれをずっと言ってて、うん、やっぱ無駄が楽しいっていう。はい。本当そう。もう速さはさ、はい、行き着くとこまで行ってるじゃん、はい、みんな、はい。世界中のスポーツカーでも何でも、はい。じゃあ楽しさはそこにあるかっていうさ、そうなんです。速いだけでさ、はい、楽しさがあるかって。そうなんですよね。ってなるとマニュアルとサイドブレーキなんだよね。はい、いやそうなんですよ。そう。はい、土屋さん。乗ったと思うんですけど、どうでしたこれ。あのね、はい、今までさ、はい、やっぱこう行動はなかったじゃん、うん、平らなところで、はい、だからまあこんなもんかなっていう、うん、だけどなんかこう AE86 に夢を与えてくれたなっていう、はい、でナンバー取ってこうやってさ春名山で登って下って走ると、うん、はい、うわなんかこれはとてもこうリアルに近づいてきてるなっていうさ、はい、現代の AE86 をこうさ、うん、誕生させてくれたってで、はい、聞いたら、うん、なんか1年ぐらい前にこれが企画が上がったって、はい、誰が考えたのって言ったら森蔵さん、はい、だからあの人の頭の中はなんかこうおもちゃ箱みたいなんだろうねあの本当に人を喜ばせたいというのとやっぱ車好きを、うん、あのもっとこう諦めさせないというか、うん、その未来に対して、たくさんの、車好きを、うん、そのまま、楽しんで車で楽しんでもらいたいっていうことが、うん、まずやっぱり頭の中にあるのかなというふうに僕は思ってます、うん、はい、普通の会社だとさこんな30年前の車に電気積んで何やりたいんだって却下されるよね。無駄を楽しむっていう、そうこういうところが本当にこの86に詰まってますし、未来、うん、やっぱりこうモーターで楽しくないかもっていうところに一つねこうトヨタが夢を与えてるというか、僕らもそれに対してこういう車であり続けたいとかね、こういうスポーツカーこういう感じだと面白いなっていうところをですね、うん、レーシングドライバーの意見、走り屋の意見をですね、まあ、土屋さん僕本当に走り屋としてねこうトヨタに言っていきたいなと。でトヨタが形にしてくれれば世の中の人が喜んでくれるんじゃないかなと僕も思ってますね、はい、で最後さ、はい、伊藤部長が降りるときにボソって言ったんだけど、はい、まだ何かやるらしいよ。はい、何やるの。いろいろやることはまだまだそんなこと聞いてねえやつが言ってる、ね、まだやることがあるんですってまだまだ進化するということで今後が楽しみです。さて、春名山を3本も走ったから俺も疲れたし電池もなくなってきたし充電して帰ります。一服して鶏弁食って帰ればちょうどいいでしょうということですね。中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。